敵部隊接近、みんな気をつけて。はい、どうも皆さんこんばんは、イキャミです。早速ね、行きたいところでありましたが、いきなりねちょっともうエラーが、パソコンでエラー出てて、まあここからスタートになってしまいましたね。すみません。それではね、頑張っていきたいと思います。今回前にねコメントで、おすすめのペイントということでね、こちらの方教えていただいたんで、まあ、今回してみましたが、派手ですね。すごい派手だ。とりあえず大丈夫、このまま奪っておきましょう。うわよ、当たれ。さすがに当たらないかな、これは牽制になるな。よし、まずはダウン奪ってから、よし当たってる、オッケー、動きが止まればいい。よし、オッケー、止まらなかったが、こういう止めたって感じだな。ちょっと2発ほど使い切って、さあこれでいこう。さあそれでは中継選挙いきます。選挙モードを移ります。ポチポチ取っていかないとな。さあ行くぞ。よし、とりあえずまずここ1箇所、それから B を取って、このまま C、 あーでも C の方先に押さえたいな、できればちょっと取れるかな。さあ B を取ろう。あのうちに C とか抑えてくれるとかなり助かるけど、まあ、味方がいないですからね。あーちょっとまずい、これはまずい、怖い。うわーやばい、そう思って威力あるじゃないか。ここ、よし、ダウンバッター、よしよしよし、いいぞ。食らったら即死だ、間違いなく。あゆみが食らうわけにいかない。ほら、よし、オッケー、危なかった。さあガード戦法はうまくいった。さあ次だ、行くぜ。どこ行こうかな、さっきのゼータが C に湧くのか、それとも A に湧くのか、大丈夫かな。ここに湧いてないな。よし、今のうちに C 取ろう。よしよしよし、いいぞ。さあどこ向かおうかな、これはでも難しい判断だ。A に行った方がいいか、 D に行った方がいいか。占拠した中継地点の数はこちらが上です。ちょっと D から抑えるか。味方のやっぱりね、最寄り陣地が取られてるのはちょっと面白くない。ここはしっかり抑えていこう。中継地点を占拠、ここだ、ここをしっかり当てて。よし、当たった、 OK。 なんか来た、よしよ、よし、 OK。 なんかちょっと横取りみたいな形になってしまって申し訳ない、ちょっとすまない、言うとこう、そんなつもりはないんだからね。ちょっとここらで使っていくか、ここはちょっとしっかり通したい。ちょ、まあ、分かってると思うけど、横取りするつもりは全くないからね、本当に。よし、行くぞ。乱射で敵を撃ったら倒してしまってるってだけだから、行くぞ。こんなね、綺麗に狙うほど私に利用はないよ。よし、行くぞ。さあそれでも接戦だね、まだ。時差ぐらいか、ちょっと中継選挙行かないとまずいな。選挙行動に移ります。あー、これ私を止めに来たな。ここはちょっと無理せず行くか。あー困った、ここ、もう一度、あいったー、壊された。なんというカット上能力、ギス2強い、格闘能力高すぎだろ。やられた、ここに湧くか、仕方ない、奪われてるわけにはいかないからな。よし、 OK、 危ない、危ない、うー、怖い、来ないよ。よし、 OK、 危ない、あー次が来た、怖っ、痛い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 、
うえ、嘘うっちー、クソ、ミュウキは取れなかった。やるなぁ。よし、まだ捕まえた。あー、やられた。そう、嫌なペアだなぁ。あー、参ったな。どうするかな。ちょっとここに湧くか。トールギスが多分 D の方離れていい取りに行ったろうから、そのうちに私が D を抑えよう。 D を抑えて、ちょっと中継だけはねしっかり立っておきたい。よし、選挙行動に移ります。ここを押さえとこう。ん、何、湧いた。ああ、怖え怖え、ちょっとよし、終了。危なかった。お疲れ様でした。うん、黄金のホビトゥン、やっぱ狙われますね結構。さあ、まあそれでもまあなんとか、まあまあ実況収録時なんとかなったんでよかったです。さあ、どうでしょうかね。さあ、結果の方は、まあ、ちょっと横取りみたいな形になってしまって申し訳ない。どうだろう、先に言っといたんで、ごめんなさいって言っといたんで多分大丈夫だと思うんだけど。さあ、どうかな。はい、今回は、ね、7-2、2アシスト、選挙8。ちょっと横から攻撃して倒してしまったっていうのが多かったからっていうのもあるけど、まあまあちょっとできすぎな感じはしますね。ありがとうございます。あとは、そうですね、ダメージ時計ちょっといってみましょう。はい、ダメージの方3421でした。まあ一応上から数えて早いぐらいの、ね、全体で見ても多い、まあダメージ量でしたね。与えたダメージは、受けたダメージはまあ上から3番目ですね。少ない方はやっぱり、1000切ってるんで、まあ良かったんじゃないかなと思います。でも思ったよりダメージ突出して与えてる人がいないですね。一番与えてる人が3800なんで、決してみんな、まあなんか特別ダメージ与えてる方がいたってわけじゃないみたいですね。うん。で、以上、こんなところでございます。あとはね、そうね、イベントの方もね、次回、試作2号機が始まるということでね、またゆっくりやっていけたらいいかなと思っております。あとはそうですね、ガンダム情報だけ、いきましょう。それではね、しばらくお待ちください。はい、それではね、ガンダム情報いきたいと思います。まず一つ目が、機動戦士ガンダムユニバーサルユニット3が2017年1月発売決定しています。ユニバーサルユニットとは何か、これはね、8.5 センチのリアルタイプガンダムアクションフィギュアということで発売されているシリーズとなっております。10個入りセットで、まあ全種類揃うワンセットとして発売の方も予約受付プレミアムバンダイにてされているということなんで、まあ気になる方はね、ぜひ記事の方をご覧ください。続けて次の情報いきたいと思います。ガンプラのワールドツアージャパン、2016ウィンター11月19日から23日まで、秋葉原にて開催決定となっております。君だけのガンプラを見つけろって書いてありますね。こちらの方ね、まあ機動戦士ガンダム鉄血のオルフェンズをフューチャーしたガンプラ最大の祭典となっております。秋葉原の方で行われるということでね、細かい場所とかに関してはちょっとご記事の方読んでもらえればわかると思います。あとは入場料に関しては無料となっております。ガンプラのこの、限定イベントのアイテムとか、まあ他にもね、この、プレミアムバンダイの先行販売というような形のものもあるみたいなので、ぜひね、記事の方をご覧ください。もしくは行ける方はね、あの東京とかの方にお住まいの方とかね、秋葉原に行けるぞっていうような方はね、ぜひあの行ってみるのはいかがでしょうか。まあ記事の方に書いてあるアイテム、限定のアイテムとかも、まあ近日追加発表予定となってますんでね、ぜひ欲しいものないなって思っても、まあ実際その当日近い日になればまた何か追加されてる可能性もありますんでね、ぜひまたイベントの方こう注目していくのはいかがでしょうかね。
はい、それではね、今日はこのぐらいにしたいと思います。皆さん、おやすみなさい。